こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の7月の手抜きコーデということで、具体的にですね、3つのコーディネートを皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思ってます。まあ、動画を撮影しているのは7月の初旬なんですが、まあ、これぐらいの時期ですと、まあ、梅雨時期ですので、まあ、晴れたりする時もありますが、基本的には曇りですとか雨の日が多いのかなと思っています。だいたい平均気温としては25度前後ぐらいかなと思うんですが、まあ、この時期にどんなコーディネートをすればいいのか迷ってる大人の男性もですね、少なくないかなと思うので、今回のコーディネートを一つのですね、土台としながら皆さんのですね、着こなしを参考にしていただければなと思っています。ちなみにこちらのチャンネルのコンセプトなんですけども、なるべくですね、手間をかけずに70点80点ぐらいを取ろうというのがですね、一つの軸というところでありますので、もっとですね、凝ったスタイリングだとかおしゃれなスタイリングを提案している YouTube チャンネルもですね、たくさんあるかなと思うんですが、なるべくですね、こちらのチャンネルでは手軽さというところをコンセプトに置きながら皆さんにお届けできればなというふうに思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのコーディネートですとかアイテムの解説に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。だいたいですね、週に3本から4本ぐらいのペースで、僕自身が買ったものですとか今実際に楽しんでるスタイリングをですね、リアルにお届けしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼ってますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、実際のコーディネートについて解説をしてみたいなというふうに思っています。まず一つ目のコーディネートなんですけども、もうちょっと近くでお見せしたいと思うんですが、まあメインとなっているのはこちらですね、オープンカラーシャツ。これはですね、まさに7月には使い勝手のいいアイテムかなというふうに思っています。こちらはユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングのものなんですが、色合いがですね、すごくいいんですね。まあネイビーですとかブラック、ダークグレーがこういった半袖シャツのですね、定番的なカラーなんですが、まあダークグリーンのような色合いになっていまして、これ1枚だけでもですね、ほんのり差し色的な効果があって、個人的にですね、すごく気に入っていて、今季はよく着ているアイテムになっています。こちらのシャツには白の T シャツを少しだけ覗かせながら、まあちょっとですね、色合いが重たくならないようにバランスを取るようにしています。そしてボトムスに関してはもう僕にとっては定番的なものになってるんですけども、まあスラックス的なアイテムですね。腰にはゴムが入っていて、ストレッチが効いていて履きやすいんですが、まあセンタープレスが効いていてスラックス調になったようなアイテム、まあユニクロで言うとスマートアンクルパンツですね。こういったものなんかで足元は引き締めてもらうと結構バランスがいいかなと思っています。そして足元はですね、見えなくて恐縮なんですが、白のスタンスミスということで、ちょっと色全体が暗くなりがちなところをですね、差し色要素として、こういった白レザースニーカーですとか、あとは白 T シャツを覗かせてあげることで、明るさを調整するようにしています。これはですね、大人の男性であれば、誰でも似合いやすい着こなしなので、ぜひ皆さんに実現していただきたいなというふうに思っています。このようなオープンカラーシャツというのはトレンドのアイテムで、結構いろんなお店に置いてあるかなと思うんですが、時期で言うと、僕はですね、6月ですとか7月、これぐらいがちょうどですね、使いやすい気候なのかなと思っています。8月になって、本当にですね、30度を超えてくると、なかなかですね、重ね着がきついなと思ってくるんですね。ですので、T シャツを着てオープンカラーシャツというとですね、2枚ですね、重ね着しなくちゃいけないので、個人的にはですね、ちょっと厳しいかなと思ってまして、その点ですね、25度前後であれば、このようなオープンカラーシャツを使った着こなしというのは、結構実現しやすいかなと思うので、ぜひこの季節にですね、皆さん活用していただければなというふうに思っています。もちろんですね、オープンカラーシャツはいろんなお店で売ってるので、手軽なとこで言うと、先日ご紹介させていただいたユニクロのもの、これもですね、傑作なので、すごくいいかなと思いますし、もうちょっと気分を上げたいなというところであれば、グリーンレーベルのこういったものですとか、あとはエディフィスですとかナノユニバースですとかユナイテッドアローズですとか、各種セレクトショップで取り扱いがあるので、その中でも個人的にはですね、ちょっと色合いが綺麗なものですね、ダークグリーンのものだとか、あとはオリーブのものだとか、そういったものを合わせてもらうと結構おしゃれに見えやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、参考にしていただければなというふうに思っています。ちなみにですね、今回のコーディネート3つともですね、共通する項目なんですけども、夏場はですね、結構腕が露出するんですね。その時にこういった手元にですね、アクセサリーがあると全然見栄えが変わってくるんですね。ですので今僕はですね、アップルウォッチを左手につけて、右手にはですね、バングルを
つけてるわけなんですが、このあたりはですね、基本装備として何か手元に置いてあげた方がバランスが取りやすいかなと思うので、このあたりもですね、ぜひ皆さん頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目の着こなしなんですが、今度の主役はですね、こちらのベージュのシャツですね。もうちょっと近くでお見せしたいなと思ってるんですが、こちらはユニクロで確か2000円前後で買ったかなと思うんですが、まあ、ストライプ柄なんですね。まあ、よく見ていただくとベージュのシャツにストライプが入っているようなものになってるんですが、まあ、少しですね、柔らかみのあるストライプで個人的にすごくいいなと思ってこちらを購入したわけなんですが、こちらのシャツをメインとしながら内側にはですね、もう定番のユニクロ U のエアリズムの白を入れています。まあ、こういった形で上半身はですね、比較的ベージュと白ということで明るめの雰囲気に仕上げています。そしてボトムスに関してはこちらもユニクロですね、スマートアンクルパンツ、僕の動画の中では定番となっているボトムスですね。つまり全身ユニクロだけでコーディネートした7月のコーディネートになるので、ぜひ皆さんにもトライをしていただければなというふうに思っています。まあ、このようなシャツというのはですね、結構僕ら世代には使い勝手がいいかなと思ってまして、まあ、T シャツなんかもいいんですけども、襟があるだけで少し大人っぽく綺麗めな雰囲気が漂いやすいので、ぜひ皆さんにも取り入れていただきたいと思うんですが、ただですね、普通に着てしまうとどうしてもですね、シャツって小綺麗に見えすぎてしまうので、いくつかですね、着崩すポイントがあるんですね。まあ、今回僕はですね、下に白 T を着て、こちらの上をですね、ベージュのシャツを着てるわけなんですが、あえて第一ボタンを外して少しですね、ラフに白の T シャツをですね、覗かせるようにしてるんですね。ビジネスシーンだとこういった着こなしは NG と呼ばれてるんですが、最近はですね、カジュアルな着こなしの中ではあえて内側に白 T を覗かせるというのが旬になっているので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。あと大事なのはですね、この腕まくりですね。まあ、普通に着てもらうのもいいんですけども、あえて腕をですね、ちょっと雑にまくっていただいて、このように二の腕を見せてあげるとすごくですね、こなえた雰囲気が出しやすいかなと思っています。そこに先ほどお伝えしたように、こういった時計ですとかバングルですとか、そういったアクセサリーが入ってくると、さらにこなえた雰囲気が出しやすいかなというふうに思っています。あとサイズ感も重要ですね。今僕はですね、 M サイズを着てるわけなんですね。僕は身長164センチ53キロなので、普段適正はですね S サイズなんですが、あえてワンサイズ上げることで少しゆったりめに振ってあげると今っぽい雰囲気も出しやすいかなというふうに思ってます。 L でもいいかなと思ったんですが、そのあたりは好みですね。まあ、程よく大人っぽさを感じさせるぐらいであればワンサイズアップで十分なのかなというふうに思っています。そして今回靴なんですけども、ちょっと見えづらいかなと思うんですが、こういったですね、グレーのですね、ニューバランスのものを合わせました。まあ、本当に靴はいろんなものがあって、まあ、白のスタンスミスなんかも合うし、サンダルも合うんですけども、今回はですね、このトップスがベージュでちょっと曖昧な色なので、こういった足元もですね、ライトグレーの曖昧な色でちょっとリンクさせてあげるようにしました。まあ、着こなしとしてはいろんな靴合わせやすいので、ぜひ皆さんの中でカスタマイズをしていただければなというふうに思っています。この着こなしは全身ユニクロなので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思ってるんですが、まあ、このようにですね、ボタンを第一ボタンだけ外すというスタイルもいいですし、あとはですね、前ボタンを全部開けてしまうのもいいかなと思います。まあ、こんな具合で開けてしまって中の T シャツですね、これを見せてあげるのもいいかなと思います。まあ、今回はですね、僕はユニクロ U のエアリズム着てるんですけども、あえてインをして着てるわけですね。内側の T シャツをインして、外側に着てるシャツは外出しできるというようなスタイル、これまたですね、一つのトレンド的な着こなしになっているので、ぜひ皆さんもですね、頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。まあ、シャツ1枚でもですね、いろんな着こなしが楽しめるので、ぜひ皆さんもですね、通常に着るだけではなくてカスタマイズをしながらですね、シャツの着こなしというところを楽しんでいただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト3つ目のコーディネートなんですが、今度の主役はですね、このシャカシャカ素材のですね、半袖と、あとは短パン、こちらのセットアップですね。これがですね、結構7月にはですね、使い勝手のいい組み合わせかなというふうに思ってます。まあ、7月の中でも結構晴れ間が出る日もあったりするんですが、そうなるとですね、長袖長ズボンだと結構暑いなと感じるので、そんな時こそですね、僕は開放感あふれる半袖短パンを楽しむわけなんですが、通常の T シャツと短パンだとですね、結構カジュアルに見えますし、まだですね、7月というところでそこまで振り切るのは勇気がいるかなという場合には、
こういったポリエステルなどでできたようなシャカシャカした素材のですね、半袖と短パンが結構使い勝手がいいかなと思っています。こちらは以前の動画の中でも解説をしました、グリーンレーベルとダイワのコラボレーションラインなんですが、これは実際に使ってみてめちゃくちゃ便利なんですよね。まあ、子供と遊ぶ時にはですね、結構抱っこしたりすることもあったりするんですが、そうするとですね、結構靴がガンガンについて汚れたりするんですけども、結構払えばですね、簡単に取れてしまいますし、あとはウェットティッシュなんかで拭いてあげれば結構簡単に落ちてしまうので、汚れも気にしなくていいですし、水なんかも結構弾いてくれるので、水鉄砲でガンガン打たれてもですね、全然大丈夫なので、結構これがですね、外で思いっきり遊ぶ時に重宝するアイテムかなというふうに思っています。で、サイズ感に関してもですね、少しゆとりがあるんですね。あまりタイトすぎないので、風通しもいいんですね。今僕はですね、こちらの半袖の下に T シャツ、白 T を着てるわけなんですけども、意外とですね、これぐらいの組み合わせでも厚すぎないので、使い勝手はいいかなと思っています。で、こういった素材感って結構張りがあるので、体型をですね、うまくカバーするのにも適しているんですね。まあ僕は痩せ型ですが、お腹がぽっこり出てる方でも、綿の T シャツとかだと結構丸みが出てしまいがちなんですが、こういったポリエステル素材で少し厚みがあって、なおかつ張りがあるものであれば、結構ですね、お腹の丸みを抑えることができるので、結構様々な体型の方にもですね、使い勝手のいいアイテムかなというふうに思っています。まあ短パンに関してもですね、タイトなシルエットではなくて、程よくゆとりがありますし、丈の長さもちょうどいいんですね。足さばきもいいですし、短すぎると女性受けがあんまりにも良くないですし、かといって長すぎるとやぼったく見えるんですが、ちょうどいいバランスなので、それぞれ単品使いしてるわけなんですが、これをセットアップで着ることで、結構ですね、まとまりのあるスタイリングが簡単に秒で出来上がるので、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただければなというふうに思っています。ただ残念なのが、多分ですね、もうグリーンレーベルの方でも在庫はほとんどないかなと思うので、似たような商品をですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方もチェックをしていただければなというふうに思っています。まあ結構シンプルな着こなしなので、先ほどもお伝えした通り手元にはですね、こういった時計とバングルみたいなアクセサリーだとか、あとはですね、サングラスを使ったりだとか、まあそういった小物を使いながらですね、味付けをしてあげるとすごくバランスが取りやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では7月に使える手抜きコーデをですね、皆さんに具体的に3つご紹介させていただきました。どのコーディネートもですね、アイテムを買って、あとはシンプルに着るだけで簡単にできてしまうので、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただければなというふうに思っています。まあ僕自身もファッションは大好きではあるんですが、なかなか日常生活の中でいっぱいの時間を使ってコーディネートを考えることってできないんですね。ですので、あるものをパパッと着て出かけることの方が多いので、まあ今回ご紹介したような簡単な着こなしというのはですね、結構リアリティがあるのかなというふうに思っています。まだ皆さんもですね、手元にないものもあるかなと思うので、まあ、この際にですね、気になったものは買い足しながら、7月の着こなしをですね、楽しんでいただければなというふうに思っています。もちろんですね、今回の着こなしの中でも、そのままですね、8月にスライドできるものもあったりするので、ぜひ皆さんにはですね、夏の着こなしの一つの参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。